血見たりそう血を見たり美人が好きなのね。ここは今からプレゼンです。いつもありがとうございます。ようこそアトリエ。夢プレゼンター身長高いですか？高島低いラファエロこと竹内ラファエロキヨです。なんかさ、急に君に届けを読みたくなって今見返してんだけど、いいよね。さすが別冊マーガレットさん、学生時代に戻りたいです。てかそれ以前に主人公の男が爽やかな正統派イケメンすぎるんだよ。ここまでサラサラな爽やかイケメンってもう日本だと三浦春か福士蒼汰ぐらいでしょ。なぜ俺は福士蒼汰に生まれてこなかった。そして本田翼に会いたいファンなんですよ。可愛いよね。まあ正統派のイケメンが王道の道を行くなら自分は邪道の道で勝負するだけだけどね。下流には下流の生き様ってもんがあんだよ。とまあ冗談はさておき、今日は恋愛論ですね。前回前々回と外見と内面の話をして、見た目とマインドどっちも大事だよ、バランスをとって挑もうねっていうことをプレゼンしました。目に見えるビジュアルを見えき、目には見えないマインドをゴリゴリに鍛えお付き合いに至るんですが、付き合う相手パートナー、自分にとってどんな相手が理想的なパートナーか分かったら面白いと思いませんか？知りたい人いる？今日は理想の相手が分かる心理テストを用意したので、皆さんと一緒にやりたいと思います。それでは早速パートナー理想像心理テスト、プレゼント時間です。いきましょう。まず簡単におさらいです。前回まで見た目、ビジュアル、外見の話、そしてコミュニケーションの内面のプレゼンをしました。やっぱり外と中バランスよく磨く必要があって、恋愛はよく結婚指輪に例えられます。結婚指輪、外の箱が外見で中の指輪が内面です。少し想像してほしいんだけど、イマジンしてほしいんだけども、例えば外の箱はすごいピカピカで、もう見た感じいかにも高級そうな箱をしてるのにもかかわらず、中の指輪はすごい安いチャチモン。例えばなんかもうアメヤ横丁の路面店とかで売ってるような安いチャチモンだったらすごい残念でしょ。それと同じで外見めちゃめちゃおしゃれでファッションセンスもあるのに、中身がスッカスカで一緒にいてもつまらない人は致命傷だよね。逆に超高価な指輪を新聞紙にぐしゃぐしゃに包んで、はいって渡されたらどうだろう。いや、ゴミ渡さないでくれるって言われて、中身を確認するまでもなくペッてゴミ箱に捨てられるからね。だからどんなに素晴らしい内面を持ってようが、清潔感がなかったり汚かったりダサかったりすると話すら聞いてもらえないのが現状だからね。悲しいね。なのでどっちに偏ってもダメなんですよ。素晴らしい内面を見てもらうためにも外見を、かっこいい外見だけで終わらないためにも内面を、バランスをとってください。よろしいでしょうか。そして結婚指輪を渡すパートナー、大恋愛をして結婚される方多いと思います。ここからが今日の本題なんですけども、皆さんにとって理想のパートナー、理想のパートナーとはどんなパートナーでしょうか。それが分かる心理テストがあるので一緒にやっていきましょう。ドライブです。ドライブ、パートナーと久しぶりの休日にドライブを計画します。まあ東京から長野県の軽井沢までドライブをするとしましょう。ぷっぷ、軽井沢までの道中、皆さんだったらどんなルートで現地まで行きますか。今から軽井沢までの3つのルートをご紹介します。自分だったらこのルートで行くっていうルートを1つ選んでください。よろしいでしょうか。行くよ。 A、 もちろん目的地まで最短となる高速道路。いやさ、時間もったいねえし高速でさっと行ってたっぷり遊ぼうぜ。もちろん高速道路しちゃう。まあ時間的には最適解かもね。続いて B、かなり遠回りになるけど途中風景が美しい旧街道。なんかね、途中風景が綺麗な旧街道があるみたいなんだ。ドライブっていかまでもドライブでしょ。君と新しい景色が見たい。鼻ざるいじゃねえんだから気を取り直して C、少し遠回りだけど統計的に事故が最も少ない一般道。最近さ、車の事故ってすごく多いでしょ。だからちょっと遠回りになるかもしれないんだけど、一般道で行こう。安全第一。 A 高速道路、 B 旧街道、 C 一般道。皆さんだったらドライブデートプランどのルートを選びますか。さっきの演出とか余計なことごちゃごちゃ考えずに、もう直感で自分だったらこれかなっていうルートを一つ選んでください。準備はよろしいですか。それではよーいスタート。さて決まりましたでしょうか。この心理テストなんですけども、この本、不思議なほど当たりすぎる心理テストという本から引用しています。ここからは本書をそのまま読ませていただきます。攻略者へのルート選びからあなたの理想のパートナーが分かります。
行楽地までの道のりはその先に楽しいことが待っていると期待されます。ルートの選び方からあなたがこんな生き方ができたらいいなと思う憧れの対象がわかります。それはあなたが人生を共にしたいと思っている理想の相手です。まず A からいきましょう。自分も最初この心理テストやった時 A を選びました。せっかちなんで A を選んだ人の理想のパートナーはステータスのあるキラキラ輝く人。あなたは成功した人生を送りたい人。ワンランク上のステータスのある暮らしに憧れます。憧れの対象は脚光を浴びる経営者、起業家、ビジネスパーソン。カリスマ的手腕を発揮しリーダーシップに優れ名実ともにトップの座につく人物です。そういう人こそあなたが理想のパートナーと思っている人です。またあなた自身にもその資質がありそうです。目標達成に向けて頑張れば成功した人生を送れるでしょう。まあ、理想の相手が経営者とか企業とかビジネスパーソンとかそういった成功を目指している人がいいですよってことを言ってるんだよね。これ聞いて自分も妙に納得しました。自分自身現状維持っていうのはすごく嫌いで、もっと上もっと上、もうワンランク上、もうワンランク上、もっと成功を、もっと理想の自分をって追い求め続けて成長を求める人間です。なので付き合う相手だったり結婚相手だったり人生のパートナーってなってくると、もうプライベートも仕事も人生まるまる含めてお互いリスペクトし合って互いにどん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 成長していけるような存在だったらいいなってのは思ってます。 A の高速道路を選んだ方いかがでしたでしょうか。合ってた。では次 B の旧街道を選んだ方。 B を選んだ方の理想のパートナーは趣味とセンスの良い一芸を極めた人。あなたは良い趣味を持ち潤いのある生活を送りたいと思っている人。憧れているのはクリエイティブでオリジナルな創作活動に携わっている人。例えば作家や音楽家、芸術家、俳優、映画監督などあなたが共感できる質の良い作品を作っている人物でしょう。あるいはそういう個性のある人こそ理想のパートナーと感じ人生を共にしたいと思っているのでしょう。またあなた自身の中にもそういった表現欲求が宿っているはずです。理想のパートナーは作家や音楽家、芸術家、俳優、映画監督などそういったまあクリエイティブなことに携わっている人が向いてますよってことを言ってます。いかがでしたでしょうか。 B を選んだ方、まあちょっと旧街道ってちょっとわかるよね。なんかそんな感じするよね。まあおしゃれで個性のある方が B の旧街道を選ぶ傾向にあるのかなと思います。では最後 C を選んだ方。 C を選んだ人の理想のパートナーは家族を大事にし周囲から信頼される人。あなたは安定した暮らしを求めている人。憧れているのは指導者としてチームをまとめ勝利に導く監督のような人物です。地位や権力があっても気さくに周りの人と関わり、いくつになっても皆から慕われるタイプの人です。そういう人こそあなたが一緒に暮らしていきたい理想のパートナーなのでしょう。またあなた自身も家庭や仲間を大切にしチームワークを大切にし皆から信頼を置かれるような人になれるでしょう。チームワークとか家庭とか職場のコミュニティとかそういった人と人とのつながりを大切にするタイプですね。まあ、周りから慕われるタイプでいいパパママになりそうな気がします。さていかがでしたでしょうか。高速道路、旧街道、一般道、自分の選んだルート、理想のパートナーは合ってましたでしょうか。今回のこの心理テスト、自分の深層心理に従ってパートナーを探すのも面白いと思いますよ。楽しんで。さて今回もありがとうございました。理想のパートナーが分かる心理テストいかがでしたでしょうか。あくまで心理テストなんで絶対ではないです。絶対ではないんですけどもパートナーとのフィーリングマッチングってとても大事なんですよ。なのでぜひ参考にしてください。まあこの年にもなるとさ、恋愛の必須条件、雇用が安定してるだとか金銭感覚が合うだとか価値観が合うだとか結構いろいろ言うんだけども、正直あんま関係ないと思うんだよね。ぶっちゃけよくどんな子がタイプなのってのは聞かれるんだけども、好きになった子がタイプなんですよ。極論ね、理屈じゃない恋愛感情としか説明のしようがないんだよね。心理テストをやっといてなんなんですけども、皆さんの自分の素直な気持ちに従って恋愛を楽しんでいただければラファエルはそれで嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。登録者7000名の皆様、いつもご覧いただいている方ありがとうございます。チャンネル登録、高評価いただければとても嬉しいです。また次回のプレゼンテーションの時間にお会いしましょう。 To be continue。 それではまたごきげんよう。半分のことでいいから君を教えておくれ。バクバクなってる、この旅の始まりの合図さ。